吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。以前水草水槽をリセットすることを研究しました。今回はリセットの道、水草編です。新しく立ち上げる際に使う水草について語らせてください。新たな試みを試そうと思います。僕が使う前景草はこちら、 ADA およびトロピカから発売されておりますニューラージパールグラスグロストスティグマショートヘアグラス。まずは仕様とスペックを語らせてください。まずニューラージパールグラスの育成条件としては、光量は強い、二酸化炭素は多め、水質は弱酸性から弱アルカリ性まで幅広く対応し、水温は20から28度で維持できます。栽培難易度は簡単です。それで別名ミクランテムムといって、ゴマの浜草かミクランテムム属に分類され、潜水域や湿地、水辺などに生える水草です。育成は CO2 と光量を多めに添加して、換水をこまめに行うと成長が良くなります。植える時は茎が折れやすいので丁寧に植えたいところです。また他の水草が育って影ができた場合、うまく光合できず枯れてしまうことがあるので注意が必要です。また魚を多くしている環境では苔が葉に付着しやすくなるため、ある程度育ってから入れる方が美しい状態をキープしやすくなるようです。そして育ってくると下の葉に光が届かなくなり、大かし枯れてしまうことがあるため、トリミングを適宜行い、全ての葉に光が届くようにします。強い光と多めの CO2 添加をし続けることが美しく育てるコツのようです。グロストスティグマの育成条件としては、光量は普通、二酸化炭素は多め、水質は弱酸性から弱アルカリ性まで幅広く対応し、水温は20から30度で維持できます。栽培難易度は普通です。名前の由来のグロッソは下のようなという意味のようです。主に浅い水辺に生え、低床を這うように成長する有形草です。ランナーを出して芝生のように密生し、水槽の壁に当たると直立します。この水草も強い照明と CO2 添加を行うことで上手に育成できます。ただ有形草の水草なので、トリミングしないと上へ伸びてしまいます。低床肥料より水槽の水の肥料分が多い場合や、全体的に肥料不足、光量が少ない状態では、細い茎を上に伸ばし葉がボロボロになります。この場合ピンセットで固形肥料をランナーの上から強引に突き刺すようにして追肥します。またグロストスティグマを育成してよく起きるのが窒素不足です。繁茂するスピードが速いので、白化や黄化した場合は液肥や生態を増やすなどして窒素不足にならないよう注意が必要です。ショートヘアグラスの育成条件としては、光量は強め、二酸化炭素は多め、水質は弱酸性から弱アルカリ性まで幅広く対応し、水温は18から26度で維持できます。栽培難易度は普通です。和名を松梅といい、日本でも水田、水路、河川などに自生する水草です。草丈が3から7センチほどにとどまる、あまり高くならないものをショートヘアグラス、それより大きくなるのをヘアグラスとして流通しています。育成条件はさほど変わらないようです。この水草も強い照明と CO2 添加を行うことで美しく育ちます。低光量下では萎縮して小型になり、葉をロゼット状に広げます。他の水草の影になると自然消滅するので、強い光が当たるところに植えるか、他の水草をトリミングして低光量にならないようにします。植える際は1本ずつよりかは1センチ程度まとめて束で植え込み、少し間隔を空けます。そうするとランナーを伸ばした時に密生感を演出できます。長く成長した時は根元付近を大胆に切り込めばいいです。ショートヘアグラスが繁茂する低床付近は水流が弱くなりがちです。糸状の苔が発生して枯らしてしまうことがあるため、水槽底部は水流が起きるように工夫したり、換水頻度を上げることで対処します。それでは製品の外観から見ていきたいと思います。ニューラージパールトロピカ、そして英語で生きている水生植物、 100% 綺麗なアクアリウムの水草、モルイ、害虫、スネイルはいません、このように書いてます。裏面でございます。こちらも英語で30日でほぼ30センチ程度に成長すると書いてます。そして下の方にはドイツ語と英語でいろいろ書いてます。それで今回初めてトロピカ社の水草を買いました。まあ、ちょっとね、2週間前に買ったニューラージパールグラスがここにあるんですけど、枯れました。だからやっぱり2、3週間置いとくのはダメだね。ほんと1週間ぐらいで使うようにしないと、まあ、こんな感じでね、枯れちゃうんで、もったいないです。今水草が非常に手に入りにくい時期なんですよ。だからね、ちょっと急いで買ったんですけど、それがね、あだとなりましたけれども。トロピカっていうのはデンマークにある水草のファームで、まあ、世界各国に水草を輸出してるようです。まあ、もちろんね、日本も手に入るんですけど、まあ、ADA 同様にね、かなり人気のある水草のブランドで、今回ね、私も気になり、初めて購入してみました。で、こちらがニューラージパールグラスの全体像。色が緑色で綺麗ですね。で、この葉っぱがね、丸みを帯びてるんだよね。こう、とんがってない葉っぱで、葉の大きさは平均的に同じです。手のひらと合わせるとこんな感じ。かなり小さいよね。だから前景草で使われることは多いです。カップも結構大きいので、一カップでも結構量が入ってると思います。価格はね、1000円でした。それで嬉しいことに、培地が液体培地です。だから、寒天とかね、洗う手間もなくて、すぐね、カットして植えることができます。これはありがたいね。続きまして、グロストスティグマです。
価格は700円でした。この緑色の葉がまた綺麗だね。まあちょっとね、一部黄色くなってんのもあるんですけども、まあ状態は結構いいと思います。ただ培地が寒天培地なので少し洗い流す必要がありそうです。今回は ADA の組織培養を2つ買いました。こっちもね、1つ2週間置いてたんですけど、意外と持ったね。まあ、グロストスティグマに関しては枯れませんでした。グロストスティグマも緑色なんで、これを前景層に敷き詰めると、より美しい水系を作れると思います。イージーグロープランツ、簡単。ショートヘアグラス、これはトロピカ。植え込み方はこんなに簡単ってことで、カップをひっくり返し中身を取り出します。寒天を洗い流します。あとは好きな大きさに切り分けて植え込むだけ。簡単だね。トロピカの場合は、いろいろ書いてるね、説明書きは。裏面でございます。開封厳禁。本品は食べ物ではございません。お子様の手を届かないところに保管してください。とのこと。あと、高温の場所には置かないでくださいと書いてます。で、こちらもね、結構大きいカップに入っていて、一カップでもね、結構量があると思います。価格は960円でした。昨日アクアショップに行ったらもう売ってなかったんで、急遽ね、トロピカのショートヘアグラスを購入しました。価格は共に960円で同じです。で、量も同じじゃないかな？量も多分同じだと思います。そして共に液体培地です。寒天ではないので植えやすいね。ADA の方はショートヘアグラスってこのアになってます。ヘアグラス。で、トロピカはね、ヤになってます。まあ、それぐらいです。違いは。あとはね、同じです。ほんと、針金みたいに非常に細かい葉の形をしてるんで、面白いよね。それでは、開けていきたいと思います。と、行きたいところですが、今開けてしまうと、せっかく無菌なのに台無しになるので、リセットするときに開けようと思いますので、よろしくお願いします。この前景層たち同じ環境で飼うと、どのように成長してくれるのか、長期的に検証したいと考えています。で、中景付近は大きい流木を使うので、植えられないので、後継層を紹介させてください。僕が買った後継層はこちら。グリーンロタラ、ロタラインディカ、ロタラ SP、HRA。まずは仕様とスペックを語らせてください。グリーンロタラの育成条件としては、光量は普通、二酸化炭素は少なめ、水質は弱酸性から弱アルカリ性まで幅広く対応し、水温は20から28度で維持できます。栽培難易度は簡単です。水辺や湿地、水田に入る多年草の水草で成長が早いです。グリーンロタラはロタラロトンディフォリアの変種として使われています。葉は赤くならず明るい緑色です。CO2 添加を行うことで成長は早まり、水面に向かってどんどん成長します。短い茎を植えると初めはほくし、密生してくると各節から直立する茎を出します。切断するときはど真ん中を豪快に切り込み、切ったものは差し戻しを行うことで群生を作ることができます。光に向かう性質が強いので、こまめなトリミングが美しく育てるコツです。ロタラインディカの育成条件としては、光量は普通、二酸化炭素は少なめ、水質は弱酸性から弱アルカリ性まで幅広く対応し、水温は20から30度で維持できます。栽培難易度は簡単です。和名はキカシグサといって、日本各地の水田などに生える水草です。細長く小さな水中葉が特徴の有形草で、赤色系水草として人気があり、育てやすいです。 CO2 の添加をしなくても育ちますが、添加した方がよく育ち美しくなります。低照添加肥料も効果的で、工芸の種類や肥料分によってかなり変化します。葉の赤みを増すには植物育成用ランプと液肥を使用すると効果的です。水面まで到達したらほぼ真ん中を切り、切った葉をまた植え込めば、脇芽をやがて出して増えていきます。ロタラ SP HRA の育成条件としては、光量は普通、二酸化炭素は少なめ、水質は弱酸性から弱アルカリ性まで幅広く対応し、水温は20から26度で維持できます。栽培難易度は簡単です。赤くなるロタラとしてインディカが主流でしたが、現在はロタラ SP HRA の方が赤くなりやすいため人気です。呼び名がいろいろあり、ショップではロタラ SP HRA が多く、ロタラロトリンホリアベトナム HRA やロタラ SP ハラーとも言われています。成長が早く育成は簡単ですが、赤い茂みを作るには CO2 の添加が欠かせません。強い照明を当てて 2,3 ヶ月に一度水草の状態を見ながら追肥すると状態よく育成できます。植栽直後に葉が白化や黄化したり溶けるようならば、外部からの極端な水質変化による影響が考えられるため、強い照明と CO2 添加によって葉全体が光合成によって気候が乱れる状態にすると美しい状態へと回復してくれます。こちらグリーンロタラです。手のひらと合わせるとこんな感じ。結構草丈が大きいロタラを購入できました。鉛巻きのタイプで、組織培養ではないです。価格は300円でした。これも初めて使う水草なので、一応2株購入しました。まずよく見ると、これ葉っぱが黄緑色ですごく美しいんですよ。赤とかね、褐色がなくて、こう緑一色っていうのがすごく綺麗ですよね。それでめちゃくちゃ貝がついてました。ちっちゃい貝が。だから一回洗って再度バケツにね、入れときました。だからこういう貝の混入とかがあるかもしれませんね。こういう流通の多い水草は、増やすときはこう半分に切って植えたり、あと水面に到達してからね、切ったりしても伸びてくれるので、非常に丈夫で
かつ初心者の方も後継草としてね、使いやすい水草の一つです。2週間前に店員さんにお願いしてたんですけど、そしたら入荷してくださって、無事ね2つ手に入れることができました。こちらはロタライインディカでございます。手のひらと合わせるとこんな感じ。鉛巻きで価格は300円でした。こちらも2株購入したんですけども、先ほどのグリーンロタラと比べて葉の色が違いますね。でこれはね、ものすごい強い照明に当てるとかなり赤く色がつきます。でこう照明の精度によってね、姿を変えるんですよ、ロタラインディカって。面白いよね。それで現在のこの姿は多分水上用だと思います。陸上の姿、これが水中用になればまた少しね姿が変わると思います。茎は黄緑だね、今のところ。これもね多分赤くなってくれると思うんですけど、私が今使っている照明の RGB60 を使うとどれぐらい赤くなるのかっていうのがね、楽しみです。まあ育成も簡単で、あとこれもね、グリーンロタラ同様、半分のところをこうバッサリ切ってもすぐ伸びてくれるんで、赤系の水草として人気があります。こちらロタラ SP-HRA でございます。手のひらと合わせるとこんな感じ。鉛巻きで300円でした。でもうすでに赤いんだよね。購入した時点でこれだけ赤いので、水槽に入れることでね、より赤くなってくれそうです。赤でもいろんな赤がありますよね。これはどちらか言ったら紫寄りの赤だね。ただね、これ多分水上用の姿なんで、これ水中用になればめちゃくちゃ真っ赤になると思います。以前はロタライインディカの方が人気があったようなんですけど、こちらの HRA の方が赤くなりやすいってことで、今はこっちの方が人気があるようです。ものすごい高価な照明を使わなくても、ある程度の環境があれば赤くなってくれるようです。だからインディカでね、赤くならない方は、こちらの HRA を試すと成功するかもしれません。ただ現在は茎は緑色です。葉の上の部分が赤いです。こちらもね、育成自体はしやすいってことなので、伸び切ったらまたこの辺をね、半分に切って植えることで密生感も出せると思います。どんな感じに変化してくれるのか楽しみです。うぶきデトラ。はい、ということでこちらの商品を使って水槽をリセットしようと思いますので、よろしくお願いします。次回はいよいよリセットを行います。今回紹介したこの水草の他に、現在植えている水草も一部使おうと考えています。リセットの動画では水草の植え方とかソイルの特徴を見たり、水を入れて抜いたり、いろいろ作業があって撮影時間も長引くため、少し待っていただけるとありがたいです。果たしてうまくリセットできるのか楽しみです。今日もご視聴ありがとうございました。このふぶきテトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。以上、リセットの道水草編でした。ありがとうございました。バイ。